よーし。よーし。あー、これね。これ。はい、これ。石になったギルバートさんが売られていろんなところを旅したらしい。売られて運ばれるなんて、あー、なんて楽ちん。おいおい。売られていいのか、サボテンくんよ。サボテンくんだったら結構高値で売れそうだよね。かわいいし。かわいいし。どうも。どうも、ニキータさん。また会えましたね、だにゃ。おいら、ミンダス遺跡ってところに行きたいにゃ。なんで？念力を使う花火人が遺跡にいるって噂を耳にしたにゃ。おいら、どうしてもその花火人に会いたいにゃ。一緒に行くにゃ。オッケー。念力なんて嘘に決まってるのは十分知ってるにゃ。あ、そう。じゃあ、なんで会いに行きたいんだ。よーし、行くか、じゃあ。これか。こいつにゃ。こいつを捕まえて見せ物にすればボロ儲けにゃ。そんな。あ、逃げた。ああ。またそんなことして、ニキータは。もういつまでやってるの。少年力。お？逃げたにゃ。やっぱり偽物にゃ。あんた出口まで送るにゃ。は？逃げたから本物なんじゃないのか。バーン、こんなの絶対おかしいよ。やっと出口にゃ。一時はどうなることかと思ったにゃ。ほんとだわ。なんでローストビーフそっち側なんだよ。あの花火と念力なんて使えないから逃げたにゃ。とんなペテンシにゃ。おっと、これはボケか？ボケかな、これは。行っちゃった。終わっちゃった。え、手気持ち悪い。あそこから手生えてたんだ。へぇ、キモ。はいよー。はいよー。念力ちゃん。それなー。うん、わかる。それなー。わかります。次行くぞ。はい、どうもー。はい、どうもー。また会えましたねー。いろいろ買ったんで、そろそろ売りに行きたいにゃ。買って売るのか。ウルカン鉱山のワッチあたり、そろそろ素材に困ってるにゃ。商いの極意は真心にゃ。それはどうだろう。お前が言うと全然信用がねえな。ねえな。皆さんのニキータが笑顔のデリバリーお届けするにゃ。そう。あー、続続続ニキータ商い道中。続続続。どうも。元気？いいなー。おこんにちはだにゃ。あなたの心の道具箱、スマイリーに聞いただにゃ。おう、に聞いただにか。わしはお前さんと違ってめちゃ忙しいだに。どんな顔だったっけか。適当に用事済ませて適当に帰るだに。お互いプロ同士、わかってるにゃ。ここ。それじゃまた来るにゃ。え？何をしたの？補充したのかな。え、もう一回行ってみる。もう一回行ってみる。あれ、代金の集金に来たにゃ。はあ、代金にゃ。この辺にミスリル銀など3万ルク相当の素材を置いていったはずにゃ。あ、置いていった？どこにだにか。どこにもないだに。それはあんたが無意識に使ってしまったものにゃ。せめて3万ルクにゃ。怖え。怖いわ、この人。詐欺だに。ほんまやな。詐欺じゃないにゃ。戦車が作れるほどのミスリル確かに置いていったにゃ。金を払わないなら、しかるべき筋の方々にしかるべき仕事をさせていただくにゃ。怖。待つだに。わかっただに。だけど今は金がないだに。金がなければ現物でいいにゃ。この辺の武器、防具まとめていただいていくにゃ。怖え。いや、待つだに。財布には金がたんまり入ってるだに。だけど財布をなくしてしまって今は払えないだに。そこで相談だに。マニカワを取ってきてほしいだに。そうすれば新しい財布が作れるだに。それなんかちょっと理屈がおかしい気がするけどな。財布作っても仕方ないにゃ。ほんまやな。何をおっしゃるだに。財布には5万ルクちゃんと入ってただに。財布を作ったらその中から3万ルクきっちり払うだに。あ、何の話をしてるんだ。4次元ポケットなのか、その財布は。てんてん。この辺の武器防具もらっていくにゃ。松田に。
神業ワッツの仕事を信じるだに、寸分たがわぬ財布を作ってワニ川代1万もプラスして払うだに。はあ、あんたアホにゃ。だいたい、ああうるさいだに。ワニ川持ってくるまで話は聞かないだに。あらまあ、私持ってなかったかな。多分持ってるわテクテク持ってると思うんですが、どうでしょう。持ってきただにな。渡すだに。はい、わしの神業を思い知らせてやるだに。ちょっと表に出てるだに何回聞きするんだ。言っていいのかなこれテクテク。どうも。見るだにに聞いた。わしがなくした財布と寸分たがわぬ財布だに。今すぐミスリル代と川代合わせて4万6払ってやるだに。てんてんてん。あ、金が入ってない。アホニャ。お前らわしにワニが渡すときに勝手にわしの泥棒。誰が泥棒にゃ。もうアホしかいないよここ。これとこれとこれ、てんてんてん。とりあえず現物でこの辺いただいていくにゃ。また素材がなくなった頃を見計らってくるにゃ。それじゃアディアスにゃわしもしかしてアホダニか。せやな、アホしかいなかったわここ。まず続々から見よう。続々念力の花人を捕まえたらお金持ちになれるらしい。念力すごい。僕も念力使いたい。念力使えるようになったら念力で日記書くのにな日記書くの億劫な。なあ、億劫な。頑固おやじちゃん。ちゃん付け好きね、サボテンくんはね。なんでサボテンくんはちゃん付け好きなのにサボテンちゃんじゃないんだろう。そこはちゃんとしたいのかな。男の子アピールかな。どうも。クリスティ様。無理をなさってはなりません。もうすぐあの方がお薬を持ってきてくださいます。安静になさってください。安静にしている場合ではない。薬代の 100億ルク集めてお金もこの宮殿を差し押さえられてしまう。ここにある美術品を売れば100億ルクの現金などいつでも都合できます。事情を話して支払い金を伸ばしてもらいましょう。やつはそんな甘いとこではない。やつは悪魔だ。ウサギの耳をした悪魔だ。ニキータね。最後の飽きない？最後なの？どうしたの？どうしたの？クリスティ紹介へようこそ。申し訳ありません。私は少々疲れておりますので、用件はサザビーの方へ。どうしたの？クリスティ様はお病気なのです。旅の行商人に薬の手配を頼んだのですが、対価として100億ルクを要求されてます。しかしさすがにそれほどの現金は手元にありません。困りました。なるほどな。大変ね。何の薬？高血圧かな。お大事にね。なあ、いたいた。海、青い海。あ、あなたは以前オイラと旅をした。ダメには思い出せない。オイラ何をしてるにゃわからないにゃ。どうしたの？名前は思い出したにゃ。だけどそれ以上は思い出せないにゃ。気がついた時にオイラ砂浜に倒れていたにゃ。そしてどういうわけか手にはヤンバルリペン草の葉を握りしめていたにゃ。海が呼んでるにゃ。オイラどこに行けばいいにゃ。あー、記憶喪失系？連れてこ。オイラ砂浜に倒れていてね。はい。はい。とりあえず連れてこ。どうも。連れてきたよ。悪魔連れてきたよ。ウサギの耳した悪魔さん。あー、これはニキータ様。あ、そうにゃ、思い出したにゃ。あ、申し訳ありません、ニキータ様。実はまだ約束の100億ルクの方が。おいら、この人の病気を治す薬を取りに行ってたにゃ。ヤンバルリペンソー、草虫が取れる場所からちょっと先に行ったところ、そこでおいら、ダメにゃ、思い出せないにゃ。あ、まさか、記憶喪失では？そうみたいなの。クリスティ様、どうやらニキータ目は記憶喪失のようでございます。記憶喪失というのは何かのショックで、それまでの記憶を失ってしまうことであります。でもオイラ覚えてるにゃ。この人を助けてあげるのがオイラの使命にゃ。
お、これはいいぞ。これはいいぞ。はひひひ、では報酬に関する取り決めも覚えておいでなわけですね。何言ってるにゃ、人の命が関わっているのに報酬なんかいらないにゃ。おいら金のために何かをするなんてそんな生き方はしたくないにゃ。ヤンバルリペンソーにゃ、あなたの病気はこれを3回飲むと簡単に治るにゃ。ただであげるにゃ、おいらいくつでも取ってきてあげるにゃ。あちゃー、クリスティ様、どうやらに聞いても薬欲喪失のようでございます。さっき聞いたわよ。なるほどな、渡さないの1個。1個渡さないのか。なるほどな。そうにゃ、ここにオイラの探しているものがあるにゃ。ちょっと待つにゃ、人の命がかかってるにゃ。おー頑張れ、なんか落ちそうだな。あ、大丈夫。さあ行くにゃ、一刻を争うにゃ。ここ行けんの？行けない。ここ鳥居って可愛かったんだよな。へえ、こっちの方が全然いいじゃん。そのままでえんでない。来たよ来たよ来たよ、ぴょんぴょん。ヤンバルーリペンスを持ってきたにゃー。ドキー、申し訳ありませんね、あなたみたいな方が我が社にも欲しいものです。油断しちゃダメよサザビー、演技に決まってるじゃないの。どうかしたにゃー、さあ薬を飲むにゃー。あ、ありがとうニキータさん、でもこの薬草危険なところにあるんでしょ。場所を教えていただければうちの社員を派遣するんですけど、いかがかしら。それが自分でもどこをどう歩いているのかわからないにゃー。ふ、そういうことなのね。あと1回薬を飲めば治るにゃ。待ってるにゃ。ん？え、まとめて取ってこいよ。まとめて取ってきなさいよあんた。尾行しなさい。かちこまりました。なるほどね、遅えな。テクテク歩くね、ペトペト歩くね。あ、見失いました。あなたに頼んだ私が愚かでした。ほんまやな。あと1枚にゃ。もう少しで大切な命を救うことができるにゃ。まとめて取りなさいよ、まとめて。あ、誰かがオイラを呼んでいるにゃ。あ、行っちまった。さよなら。ニキータ、来てる？いた。これは最後の一枚にゃ。これはオイラの命にゃ。死んでも離さないにゃ。さあ行くにゃ。はあ、へ、来た。どうも。はわわはわわわはわわわはわ。おー、ニキータさん待っていました。おこんにちはだにゃ。あなたのハートに幸せを届けるスマイリーニキータにゃ。薬ですね、これでクリスティ様の病気も治ります。確かに渡したにゃ。それでにゃ、100億ルクはどこに用意してあるにゃ。騙したのね。何でもけてるにゃ。最初からそういう約束にゃ。金が用意できなければこの宮廷の所有権をいただく、そう言ったはずにゃ。怖え。てんてんてん、鬼なんとでも言うにゃ。ところでこちらにいるミトコさん、私関係ないから。今までに何人もの悪人を切り捨てた超正義の人にゃ。まあそうかもしんないけど、あんたも商売人なら筋は通すのが長生きのコツだと思うにゃ。ひでえ。ふう、私たちの負けね、サザミ。嘘をなして。勝つ時もあれば負ける時もある、これが商売ってものよ。それじゃさよなら。私もでございますか。待つにゃ、オイラもいろいろと忙しい身の上にゃ。この店を取り仕切る店長を雇いたい者には誰かいないかにゃ。気を利かせてくれたつもり？それもなかなか屈辱的でいい感じだわ。どうぞこのクリスティーメンをお召し抱えくださいませ。ふふふふふ。気を使っていただいて片付けない限りです。いい感じでございます。私も召し抱えていただくことにしましょう。ははは。ちなみにお前決定権ないにゃ。わかってるにゃ。おめえに決定権ないから。なるほどな、これで終わりかい。はーい、続この前のが続。ワッツは元の財布と同じ財布を作ったつもりらしいけど、どこかで間違ったんじゃないかな。横と縦の流すとか縁のとこ、
こだわりだね、それね。こだわりだよね、サボテンくんね。ね、キータちゃん。ねえ。ねえ、言うて。ああ、さあ、日記を書いて。よし、次は。次はあれだ。バドくん。バドくん、行こうぜ。行こうぜ。七賢人を探しにな。いやー、長らく待たせたね、バドくん。とうとう行こう。とうとう回っていこう。あ、来たー。ガイアだー。呼び捨て。どうも。よく来てくれた子供たち。はーい。あ、ローストビーフー。こんにちは。私にわかることなら何でも答えよう。俺、バド。大魔法使いになるために賢人の話を聞きに来たよ。そうなんですよ。こんにちは、バド。大魔法使いといえばずっと昔、ハルシェという魔法使いがいたね。歴史には残っていないが、彼は私よりずっと大きかったよ。ありがとう、ガイア。またいつでもおいで、子供たち。それだけ。この七賢人の経験談っていうか、そういうのを聞いて回るのか。ここまで来るのが大変よ、マジで。どうも、俺バドだよ。こんにちは、小さい方。大魔法使いになるのに賢人の話など聞かなくていい。草木も水も石も風も皆話をしておる。それらに耳を傾けなさい。ありがとう。物事は考えようというの。しかし、いくら考えたところで物事は変わりません。いいこと言う。しかし、前向きに考えるとそれだけで何かが変わった気がするのはなぜじゃろうの。いいこと言うねーねー。いいこと言うわ。よしおっぴー、よしおっぴー、教えてやって、教えてやって、賢人トーク。こんにちは、バド。大気はマナで満ちている。心を無にすればその力は無限に流れ込んでくる。はあ、ここは私の森だ。すべてを自由に与えよう。なるほどね。もうちょっと長く語ってもいいんだよ。頑張ってきてるから、こっちは。ねえ。なあ、いた、オールボーン。オールボーン。いた、いた、いた、いた。どうも。こんにちは、バド。お前は自分の望むものなら何にでもなることができる。そして常に人であり続けることを忘れてはならない。なるほどな。深いね。深いね、それはね。ポキールが見つからなくて、このマナの剣を置いた時のイベントにポキールが出るらしいんだよね。置いちゃうか。置いちゃおう。置いちゃいます。どこがいい？どこがいいかな。じゃあここ置いちゃおう。どっちみちもうすぐラストだ。ふわわー。お、ピロピロピロー。ふわー、シュバー。うわ、マナの聖域。大丈夫かな。セーブしてからの方がいいかな。あー、どうしよう。あー、行っちゃえ。あー、行っちゃう。もう行っちゃえ。ね、何かが起こる前に帰ってこよう。もしくはイベントが完結する前に。わ、マナの木を見渡せる丘。わ、入っちゃった。入っちゃった。へぇー。あー、すごい。こんな風になってたんだ、マナの木って。ブロッコリーだわ。これは。浮いてるのか、そうか。へぇー。うおー、いた！ポキールだー！ちょっとすいませんね、ポキールさん。マナの聖域へようこそ。マナ、うん、それはいいんだけどさ、ちょっとお話だけ
お話だけ聞かせていただけませんかね。こんにちは。マナの女神がいつも最善の手を尽くしてくれている。僕らはただそれを見つければいいだけなんだ。なるほどね。ああ、自分の姿を見るために光の一部は影となり、その陰影で女神は自分の姿を知った。そこから想像が始まった。女神のイメージだけでこの宇宙の全てが生み出された。宇宙の全ては元をたどれば光からできている。全ては一つにつながっている。ただ自分の姿を知りたいと欲したその気持ちだけが影となり我々を隔てた。つまるところ君は闇を憎まなくていい。それだけがわかればいい。君の言葉は力だ。女神は力で君に語りかけるだろう。ふむふむ。その言葉を受け止められるならここを登ればいい。なるほどね。今度ちょっと受け止めに来るね。へえ。なるほど。わあ、鳥肌。あー、いた。すごいところにいるな。どうもどうも。お前で最後かな。なんか7人いない。子供たちはいつも時代の渦の少し外側にいる。そして大人たちの失敗を埋め合わせるためのアイディアを常に思い巡らしている。君が大魔法使いになった後も今の君が君自身を助けてくれることだろう。ありゃー、深い。未来はそれなくていいんだよ。もうすぐ時は動く。人は自由になる。深いね。この人ここで何してんだろう。やったー、賢人全員発見だー。あー発見しただけでいいのか。今の賢人、6人の賢人の話を聞いて、アド君は何か得たものがあったんだろうか。まあ深かったけど、みんなでもなんか頑張って、結構頑張ってあそこまで行ってるのに一言二言で終わるのはちょっとなちょっとなって思うよな。まバド君がねそれでよかったならいいっすよ、いいっすよ。よしよしよし。はい、1人目は女の子。そうだね、マチルダだっけ。1人目あの子にはもう会えないのかな。よっしゃ、次回マナやってこ、クエストね。次回そしたら最終回かしらね。最終回かもしれん。他のクエストはね、まあやれるのもあるんだけど、ちょっとプレステ2の調子と時間の都合で次回最終回になるかもよ。なるかもだぞ、ローストビーフね。よし、じゃあ、今回はこの辺までで、お疲れ様でした。